ちゃんと映像撮ってるぞ、お前。スイッチは入ってないだろ。なんか2時間なりきんなのが。3.1 トレラー原発に入って、あれは何だ？大スーパーがやってます。あとにつなげる大スーパーって、それは何か原発に反対するよりやつだけど、いやいや、そういう、明日に向かって、明るい未来に向かっての第一歩と言いますか。何のコントロールなんか、原発がね、どうなってなったら、えらいことになるんですよ。原発の人が元気なくなってまってまって、原子になるか、その時からな。今日本が54基ある原発をほとんど止めてますけど、でも電気は足りてますね。で、電気足りとっても雇用はどうするんだろう。雇用、原発止まったままだったら、ここで働いてる皆さんの生活だったらワイヤーになってますと、あんた責任取れるのかな、これは。原発というのは、あれはお金になるんだ。お金になるんだわ。世の中で最後に頼れるものは、家みたいにお金だよね。ねえ。ほら、この、困っとる地方の村とか町とか、そういうとこに原発はね、お金貸して取るの。でしょ？そうですかね。でも、あ、それいいだね。今度の、地震とか津波とかあったでしょ？それは飲んでらしたけども原発事故ではあった近所で戦術を でもどうなの、どうなのと言われましても本当にこんなとこで油を使わんと少しは何か世の中のためになるようなこと考えや前はどうなそこだの僕は子供たちの楽しい教育
ぱい見てもらいたいし、楽しい遊びをいっぱいしてもらいたいし、そんなことができる平和で安心して子供たちが暮らし合えるこの国がそうあってほしいと思っています。今の相談やってんか。そうだーそうだー。ほらみんないろいろ思いがあるだろ、ここに来て行ってくれよ。昨年の10月に震災前に行きました。そこでお墓探しをしました。依頼者の方はお墓がないというか体調が悪いとおっしゃっていて、お墓が見つかった時には空から安心して寝れると言っていました。震災から7ヶ月も経ったのに安心して暮らせないことを知って言葉が出ませんでした。地震の被害だけではなく放射能被害もあるなんて許せません。ボランティアに行って安心して子供が遊べない、安心して暮らせないなど当たり前の生活が遅れなくなることがとても怖くなりました。原発被害は一言ではないと思います。原発がある限り愛知でも日本全国どこでも被害になる可能性はあります。だからこそ今苦しめられている被災地の方々のためにも自分たちのためにも日本全国で脱原発の運動を大きくしていきたい。私の地元は浜岡原発からも近い静岡市にあります。今は大学3年生で就職活動をしており、地元の高齢者施設で働くつもりでいます。とても働きがいのありそうな職場で、大学で学んだことを地元に帰って生かしていけることが楽しみです。と聞かしながら、今浜岡原発があることが私の人生に与える影響の恐ろしさを感じています。震災以降福島で起きた原発事故により自然や産業を破壊されていたことは一言ではありません。東海地震が起きたら間違いなく静岡でも福島と同じようなことが起こります。大好きな地元で安心して働きたい、そんな当たり前のことを許さない原発はいりません。今すぐ入るにすること以外に安心して暮らせることはどこにもないと思います。呪いをかけるバスか。お姉さんはいいじゃない、私も喋らせてよ。皆さん、こんにちは。こんにちは。学生に見えるかしら。こう見えても私は、2歳と6歳と7歳と9歳の4人の孫がいる65歳です。見えるかな？見えない。私は、保育士もしていたので、担任してた子どもたちだけでも何百人といます。私は人生の最後を周りの子どもたちや孫たちだけではなくて、すべての子どもたちに原発も原発もないこの国や世界を手渡したいなと頑張っています。そんな気持ちの人は世界中にいっぱいいると思います。そんな気持ちの人と、みんなで手と心をつなぎ合って平和で生き生き暮らせる世界を皆さん一緒に作っていきましょう。僕たち3人は旭川の高校高校1年生。去年の震災の影響を受けて、文化祭の発表で原子力発電所について調べ発表しました。この発表を行うために原子力発電所について成り立ちから仕組みなど様々なことを調べました。そして調べていくうち、原子力発電所がどのような仕組みになっているのか、この危険性や周りの国などに与える影響など、とてもいろいろなことを知りました。この発表の内容としては、前半部では調べた内容をまとめた資料の解説を、後半部では名古屋港に原発を建設することを想定した火球の公開ヒアリングを実現し、来てくださった方に
身近に原発があると自分たちにどのような影響があるのかについて考えていただきました。皆さん、自分の家の近くに原子力発電所ができたらどのように思いますか？嫌ですよね。公共キャリアというのは原発などを建設するにあたって事前に地元住民と原子力発電所の使い手側に分かれて意見を聞くために開かれる公聴会、お客様の中には自分から積極的に意見や質問をして、電池の高さを実感しました。発表の後に書いていただいたアンケートでは、電力のために原発が必要だ、居住区と分離できればいいといった賛成意見や、ためにお金のために命を捨てたくない、便利さを捨ててでも生き方を変えるべきだといった反対意見も多くいただきました。事前に行われた区内での討論会では反対意見が多く、原発をどうしたら撤廃できるかといったことが中心、論点の中心になりますが、文化祭当日校内で教育会の方々に、その場でアンケートを取ったところ、結果は原発反対が約200票、賛成が約50票と、意外にも賛成の評価を多く入ったのに驚きました。僕は原発に反対です。賛成派の方々には知れ事だと言われるかもしれませんが、やはり命、それも人間だけじゃなくて他のいろいろな性別の命の方が大事だと思います。そして僕が原発問題の中で何よりもいけないと思っているのが放射性廃棄物の問題です。どうせ100年後には今生きている人間はほとんど死んでしまっているでしょう。ですが放射性廃棄物はその後もずっと残り続けて、そのずっと先の何百年も後の人にまで迷惑をかけています。そんなことは僕は全くありません。僕らがするべきことは同じ過ちをしないように後世にこのことを伝えていくことだと思います。その第一歩としてこの前の日課祭で小さい子から年寄りまで多くの方々に来ていただいて原発について考えてもらったことは非常に有意義だったと思いました。僕からは原発に対して僕個人の意見と僕なりに考えた今日本の皆さんに求められていることの2つについて話したいと思います。最初に日本で原発を動かすことに僕は反対です。じゃあ外出ならいいのか、そういうわけでもないのですが、特に日本で動かすのは危険だと思います。その理由は東日本大震災を経験した皆さんならすぐお分かりになると思います。そうです、日本は地震大国なのです。なんと世界の地震のおよそ 10% は日本周辺で起きていると言われています。このような時に放射性物質を持ち込むのは自殺行為に等しいと僕は思います。理由は他にもあります。放射性物質から放射性物質の生成は言うまでもないです。原発地は何でも作り国民を翻弄した政治のいかがなものかと思います。ただそれ以上の日本は単純に税金も含めお金が無駄になっていないかということです。原子力は火力より安いになるということをよく耳にしますが、それは果たして本当でしょうか。再現の放出金、再生施設の建設を支持、廃炉の高い費用など発電以外のところでかなりのお金が費やされているように僕は感じます。加えて福島での事故の処理費用、これで本当に原子力の方が安いと言うのでしょうか。ここで僕は提案があります。例えばもし今原発に使われているお金を別のエネルギーを開発するために使ったらどうなるか。例えば1日1億円の経費がかかると言われているモンジュを排除にして、浮いたお金を緊急に使ったら、日本の技術をもってすれば原子力にとって変わるエネルギーを開発し、
実用化することはそう困難ではないと僕は考えます。そしてそのために大切なのはそういった研究開発を支援する政治の体制をもっと強固にすることだと思います。原子力ではなくもっと安全で環境に配慮したエネルギーを可能性を考えるためにも僕は原発に反対します。しかしここで反対だと主張するだけではその議論は全く進歩しないでしょう。大切なのは国民一人一人が原発について賛成も含め積極的に話し合うことだと思います。そして世論を盛り上げ政治に働きかけていくことが必要だと思います。ただ意識がない中で議論をすることは誤った認識上に危険です。放射線と放射能の違いは何か、ベキベルとシーベルとは何を表しているのかなど、ある程度知った上で議論をしなければその議論は無意味と言えるでしょう。つまり僕の考えで今日本の皆さんに求められていることとは知ることなのです。そういう僕も原発についてこんなに詳しいのかと言われるとまだまだ知らないことばかりです。ですからこれからもっと積極的に知識を得正しい判断ができるようにしたいと思っています。皆さんもまずは知ることから始めてください。そして自分の意見を持ってください。距離の力は小さいですが多く集まればとてつもない力になります。まずは知ることだということを心に留めておいてほしい、そういうふうに思います。以上です。原発反対マジ
だから今どこなの？あ、今ですね、今はこれからお子さんたちに向けて、こんな感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この2人の間に仕事をもらうのか、またお待ちしております。ありがとうございました。こういう感じがしますね。この傾向と持ち上げの傾向と
ね、みんなね、自治体の人、市役所の人、知らないんだから、教えてあげたら、みんなね、乗ってくるんですね。どうですか、あなたがどうしてもやりませんか。この傾向とは何という傾向ですか。関係あるでしょ。楽しんでって。あ、後で俺あそこの軽トラサウンドシステムを聞いてやって。